俺の仕事はメッセンジャー。この国では5年前に内戦が起こり、巨大な壁によって東西に分断された。両国間で連絡を取り合おうとする者は処刑された。そこで俺のようなメッセンジャーが必要となった。明日は1年の中で最も忙しい日、クリスマスだ。